明日は本当に行こうと言っていたんじゃないか。お休みなんだから遠くに出られると、乾いた土の道をズボンの裾引きずって歩く姿の君、花の咲いてるの花で綺麗なのを一本、お下げの先一緒に飾ってあげたかった。日よけの帽子も